米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は11月30日、米フロリダ州デートナビーチの LPGA インターナショナルの2コース、共にパー72で、第2ラウンドが行われ、首位で出た18歳の畑岡奈紗は3バーディー、2ボギーの71で回って通算5アンダー、139としてトップと1打差の2位に後退した。宮里美香は3バーディー、1ボギーの70で1アンダーの16。横峯さくらは4ボギーの76で6オーバーの99位。最終予選会は12月3日まで行われ、上位20人が来季の大半の試合に出られる。共同